次に外交についてお伺いをしたいと思います。先ほど稲田先生から全体的な話がありました。今年は非常に理事国になり、サミットの議長国でもあり、そして日中間も開催するということで、日本外交にとって非常に大切な国だと思っています。全体的な話は先ほど少しありましたので、個別の案件について私からは基本方針をいくつかお伺いをしたいと思いますが、やはりこのアジアの安全保障というのは今非常に重要な状況であります。そして北朝鮮によるいわゆる核実験、そして今日、海事機関に通報したというニュースもございましたけれども、ミサイル、人工衛星と彼らは称してありますけれども、この問題で忘れてはならないのが、我々は拉致問題を抱えているということであります。時間的に待ったなし、この拉致問題を抱えている、これを最優先でやはりやっていかなければならない。さまざまな困難な状況がありながら、この拉致問題の解決に向けて今年どうやって取り組んでいくのか、まず岸田外務大臣にお伺いをしたいと思います。外務大臣岸田文雄君。まず北朝鮮によるこの核実験、これは我が国のこの安全に対する重大な脅威であり、地域にのこの平和や安定に関しても大変重大なこの挑戦でありまして、断じて容認することはできません。そしてミサイルの発射、衛星の発射予告ですが、それにつきましても本日午前7時55分、北京の大使館ルートを通じまして、北朝鮮側に抗議を行いました。このようなこの核・ミサイル、そして拉致をはじめとするこの諸懸案を包括的に解決するために、我々はしっかり努力をしていかなければならないと考えます。その中にあって、このご指摘の拉致問題ですが、拉致問題はこの安倍政権にとりまして、この最重要課題の一つであります。毅然かつ断固たる対応を取らなければならないと思っていますが、その中でこの拉致問題を解決するための対話の窓口を我が国から閉ざすことはしない、こうした方針のもとに解決に向けて全力で取り組んでいかなければならないと考えます。そして我が国の取り組みももちろん重要ですが、合わせて国際社会との連携、これが重要です。核実験につきましても強い安保理決議の採択に向けて、我が国は安保理の非常任理事国として積極的に対応しているわけですし、拉致問題を含む北朝鮮の人権問題につきましても、国際社会との連携、大変重要だと認識をしております。このような方針で引き続き全力で取り組んでいきたいと考えます。委員長。園浦君。はい。大変厄介な相手であることは重々承知をしておますけれども、この拉致に関してはぜひとも一歩でも二歩でも具体的な進展が見える年にしていただきたいと思います。で、次に法の支配という観点から南シナ海の状況についてお伺いをいたします。昨年来中国が埋め立てを進め、飛行場をどんどん作っている、これ事実であります。で、今年になって南沙諸島、スプラトリー諸島にセスナ機または民間航空機を着陸をさせる、こういうことをやっております。僕自身これ見てますと、この南シナ海を取り巻く問題はまた新しいステージに入ってしまったのかなという気がしております。新しいステージに入ったとまず外務大臣が認識されておるかおるかどうか、加えて新しいステージに入ったんであれば、我々もやはり米国また ASEAN 諸国と連携をして新しい対応をしなければならないと思いますけれども、それについても合わせて外務大臣にお伺いをしたいと思っています。岸田外務大臣。南シナ海におきましては、この関係する国々の主張が対立する中で、大規模かつ急速な埋め立て、あるいは拠点構築など、この一方的な現状変更をし、緊張を高める行為が、
見られるわけですが、これは国際社会共通の懸念事項であります。そしてこうしたことの既成事実化は決して認められないと認識をしています。委員ご指摘のこの民間航空機の試験飛行などは、この一方的な現状変更およびその既成事実化を一段と進める、こうした行為であると認識をしています。我が国としましても深刻な懸念を表明しているところですが、こうした自由で平和な海を守るためには国際社会の連携、これが重要だと認識をしており、この観点から南シナ海におけるこの米国の航行の自由作戦、これを我が国としましても支持をしています。今後とも国際社会との緊密な連携を行い、この関係国への この外交上の働きかけ、合わせてこのフィリピンやベトナムなど南シナ海周辺の国々に対する能力構築支援など、この地域の安定に資する活動、これも重要であると認識をし、しっかり取り組んでいきたいと考えております。委員長。その薗浦君。はい。無法がまかり通らないように国際社会と連携をして進めていただきたい。